私の方はどうぞお立ちください。心から神様を賛美していきましょう。歌詞がこちらに出ますのでよろしくお願いします。愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており、今は死ぬ性を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった。彼らは皆背き去り、誰も彼も腐り果てて、39番ですね、トライアンフを歌いたいと思います。神のすべてと武具を身にまとい、腰には真理の帯を締めて、胸には正義の胸当てを、足には平和の福音の空、目を開き信仰の盾を取って、頭に救いの兜をかぶり、御霊の与える剣である、神の喜びの声を上げよう。大半勝利の主に向かい叫べたよ。大半主に向かって喜びの声を上げよう。大半勝利の主に向かい叫べ。70番、永遠に続く道を。この青い空を
りを見て美しいと思えることあなたに愛されてるあなたに生かされてる19番のメシアを賛美して礼拝に入ります。救いの御業を
私は死に打ち勝った神、私はこの世に勝利し命を与えた神であると主は教えます。あなた方はこの復活の命の中を進みなさい。私はあなた方に勝利を与え、私の栄光を表していこうと主は仰られます。あなた方は恐れてはいけません。また惑わされてはいけません。あなた方が真に私により頼み、私に目を留めるとき、私は永遠という価値の中で、永遠という時間の中で、あなたを力強く助け導いていこうと主を教えます。目の前に許される戦い、目の前に許される困難、目の前に許されるいろいろな試練の中で、あなたは慌ててはいけません。思い悩んではいけません。逃げてはいけません。しっかりとその試練と向き合い、丁寧に丁寧に感謝をし、そして喜びなさい。私の愛は変わらず、私の真実は何一つ変わっていない。あなたの目の前に伝えて、その問題の上に私は豊かな勝利と栄光を表していこうと主は仰せられます。私はあなた方一人一人を賛美隊として立て上げると主は言われます。礼拝のただ中で賛美を捧げていきなさい。生ける神との交わりを成していきなさい。あなたが真に賛美を捧げるなら、あなたは私の栄光を、私の技を見るであろうと主は言われます。あなたが感じても感じていなくても、私は教会に確かに満ちている。あなたが心を開き、私に心を向け、あなたの心を私に注ぎ出すとき、祈りの中で、賛美の中で、心の中で、私に向かってあなたの心を注ぎ出すとき、私はあなたに触れ、あなたに語り、私の恵みと愛を豊かに注いでいこう。あなたははっきりと知る私の真実を、私の恵みを、その私の命に、私の恵みに、私の愛に満たされていきなさい。私はあなたを再び戦いの場所に恵みと力を持って使わせていこうと主は仰せられます。このあなたは今まであなたの力でこの多くの事柄を成し遂げてきました。しかしこれからの時代、このあなたの力ではどうすることもできない壁にぶち当たります。それは私の霊によって生きることを、神の力によってこの生きることを、この礼拝の中で学んでいきなさいと主は言われます。私はあなたを神に捨てて作り、私の知恵と愛をあなたに注ぎました。あなたに与えられている賜物、能力が確かにあります。あなたはそれを用い、人々に仕え、また私の栄光を表していきなさい。しかし愛する子よ、永遠に関することはそれではどうしてもできない限界があります。あなたが永遠に心を向け、真剣に私に求めるとき、私にすがるとき、私はその不可能の壁を突き破り、今までできなかった扉をできるようにと開いていこう。私には不可能は何一つありません。何一つないと主は言われます。あなたが真に私に頼み、真に私を第一に求めるなら、私は不可能を可能にし、縁からあなたに向かって力強い御手を伸ばしていくと主は仰せられます。愛する子よ、もっと素直に、もっと大胆に私のところに来て、私を求め、私に助けを求めなさいと主は仰せられます。最後に34番新しい歌を持って1番だけ歌います。新しい歌を持って主に歌え、主に歌え、喜びの声を上げて主に歌え、主に歌え。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。三位一体の誠の神様が、今日もここに豊かにご臨在を表し、私たち人々に触れ、語り、導いてくださっていることをありがとうございます。マーニーさんとの出会いをありがとうございます。また特別賛美をありがとうございます。今日、お予言の言葉を感謝します。今日、つわえたお一人お一人をありがとうございます。あなたはすでに牧歌しておる40名ご主のためをありがとうございます。オンラインで共に礼拝されている方、ダウンロードして共に礼拝されている方々をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り、私たちを慰め、励まし、力づけ、御言葉の真理を通して私たちを自由にし、信仰を育んでくださって、あなたが当てをされている主の御業を、恐るべきものを共に受けていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。語る者の御言葉も減り下ります。
主を語りください。この時必要な上からの知恵と聞き取れを盾を持って聖霊が導いてください。信じて感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に死に打ち勝って蘇ってくれた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。